い、おはようございます。今日は7時半ですね。声がだいぶ戻ってきたかな。まだちょっと鼻声かなぐらいですかね。今日はこれからメコンデルタツアーに行きます。はい、日本のね、旅行代理店に頼むと高いですけど、現地でのツアーだとなんと18万ドン900円ね9ドルです。まあ1000円か、今ね110円ぐらいだからね。1000円のツアーですね。もちろん日本語のね、ツアーガイドとかいませんけれども、行ってみましょうね。行ければいいんで、あんまり他言の望みはしません。はい、すごいよね。全部ひっくるめて、全部で9ドルね、1000円のツアーってすごいよね。どうよ、本当に利益得られてるのって思うけど、はい。で、今7時30分、あ、45分に来てって言われたんだよね。で、あそこの、フォー、また食べに行きました。はい、ここ美味しいよね。ここをね、見せきたくなかった。あ、別に明日でもよかったか。まあいいや、ね、来ちゃったからね。はい、いただきます。ニンニクとナイフとお酢を入れました。黄色い麺、奥にもね、席がありました。やばい、あと10分に行かなきゃいけないから急いで食べる。はい、美味しかったです。やっぱあそこ美味しいわ。すごい、やもう舌は全然大丈夫なんで、今日はねちゃんと味を確かめたかったんだけど、うまかった、うまかった。あそこはやっぱうまいんだ。お客さん混んでたしね。多分ね、まだできてそんなに時間が経ってない、お店ですね。これから流行っていくと思います。はい、まあ間違いないでしょう。で、もう今42分、あと3分だけど、まあ8時出発だと思うから、まあ大丈夫でしょう。ちょっとね、ホステルに行って財布を置いていきたいんですよね。はい、財布を持っていくのは嫌だなと思って、はい、まあ、ホステルするとこなんで、まあ50分までには帰ってこれるでしょうね。まあ大丈夫でしょう。はい、
À, thì thích nói cô về ngoại cô ăn nó ngon hơn. Chuyện vô miền Tây của người ta, nhưng miền Tây nó muốn miền Bắc đó lắm xe. Đó, miền Tây phải nó muốn miền Tây. Bây giờ tôi chỉ gia đình luôn. Tối gia đình ra đi ăn uống á, gia đình kêu người ta bỏ ít đường lại. Đó thôi, tự kêu nó muốn miền Bắc, kêu bỏ ít đường lại, gia đình anh là ok. Tại vì dân miền Tây chỉ có một cái quyết định duy nhất là họ nấu ăn rất là ngon. Nơi cái làm cái gì cũng bỏ đường, kể cả kho cá kho thịt bỏ đường luôn. Khi bỏ nhiều chỗ cái thức đến là bỏ đường đặc sản luôn á, mình ăn vô một sớt luôn mà người ta rất là ngon đó. Thì cái này lại là không giống như ngày xưa ở miền Tây mình, ở miền Tây ăn cái đồ ăn miền Tây quen rồi đó, thì ngày xưa cảm giác ngon. Can I have a drink? Thank you. Do you want me to send the letter from last year? I'm going to これがメコン川ですね。これからね、ボートに乗ります。はい。さっきね、お土産屋さんに行きました。で、別に買おう、何も買うもんなかった。買おうと思わなかったんだけど、一個だけ買いました。ココナッツオイルね。はい。ちょっと切らしてたかと、こういうのもあって。で、あと、悪くなっちゃうんだよね、結構ね。はい、これね。あ、でもこれスプレーだね。あー、考えなかったな。これ今からハノイに行くんだよね。でハノイに行ったらこれ固まっちゃうんだよね、多分ね。気温が低いから、気温が高いあのホーチミンだからこれで、OK なんだけど、ちょっと失敗したかもしれない。まあいいや、使うからまあいいでしょう。お値段がね、7万ドンかな。7万ドンで350円、です、はい。これからボートを、まあ多分これだと思うんだけどね、まあこんな感じのボートだと思うけど、はい、いきますね。いやでもこれで18ドルだったら、あ、18ドル、900円だったら安いんじゃないかな。1000円か、1000円だね、今ね。1ドルが110円か、だからね、お値段大体9ドルです。なんか面白かったよね。ココナッツの、なんていうの、その繊維で、作った、まあタオルじゃないけど、なんか、なんかね、肌触りがね結構良かったよね。うん。であとバンブーね、竹で作ったやつもあったけど、竹で作ったやつはすごいなんかね、あのやっぱり殺菌性に優れているらしいね。うん、とのことでした。あのココナッツの繊維のあれなんかね、なんだろうな、なんかもうちょっと使い方を考えるといいんじゃないかなと思った。うん、あのすごいねふわふわしてた、なんだろう、肌触りがね、はい。まあそこら辺はもうちょっと使い勝手考えた方がいいんじゃないかなって思うな。うん、そうね。まあこ、まあ、プロモーションだよね。プロモーションして、ね、どっかの企業が製品開発に使いたいっていう風な形になるといいかなというふうに思うよね。うん、だからなんか普通にその売るっていうよりも、ここに連れてきて、そうね、あれを見て、一緒になんか製品開発しませんかっていう方がビジネスになるかもしれない。なんかそんな気がした。うん、まあ、味方だよね。うん、そうね、いっぱい外国人の人が来るから、まあね、どっちかっていうと売りたい、ね、製品を売りたいっていう風な、まあ、形に見えたけど、どちらかというと製品開発を一緒にしませんかの方がいいんじゃないかなっていう気がした。うん、ビジネス目線でね。
がひどいよね。You can see here. Yeah, from the ground. Not far that was, right?大丈夫だよって言われて、で、はい、